皆さんこんばんは。だいぶあれですね、寒くなってきましたね。寒い。ずっとあの外のサンマのところで僕温まってたんですけど、早速ではありますが、小さな恋の歌っていう歌を歌わせていただきます。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く。小さな島のあなたのもとへ、あなたと出会い、時は流れる。思いを込めた手紙も増える。いつしか二人互いに響く。時に激しく、時に切なく、響くは遠く遥か彼方へ。優しい歌は世界を変える。
俺が喋る。僕らは、ヒルポッポっていう名前でやってるんですけど、なんかね、ミカさんがつけてくれたんですけど、ヒルカワ君って言います。はい、はい、ヒルカワです。僕は発端なんですけど、ポッポ成分全然ない。一体どこにポッポがあるのか。いや、LINE の ID がポポ。ああ、ヤポポって名前、ね。そうそうそう、だから。あ、そうなんですか、うん。それで今そうなんですよ。それで、あ、なるほど、はい、承知いたしました。僕らはあの美香さんの紹介で知り合って、まだ僕はどれぐらいからここに出入りし始めて 2,3 ヶ月なんですよ。で、彼はもう3年ぐらい、そうですね、うん、3年ぐらいこれ何回かライブしてて、あのなんか一人ギターがあぶれてる子がいるからなんかやってあげてということで、僕は久しぶりにギターを取ってやらせていただくことになりました。はい、で、次の曲は、知ってはる人いるかな、キリンジっていう人 のエイリアンズっていう曲です。わかります。よかった、ありがとうございます。君が好き。
スとダンスを暗いニュースが日の出とともに街に振る舞えにまるで僕らはエイリアンス禁断のみ頬張っては月の日本人の発言と思えない。まずそこからまあいろいろそのなんていうんですかね、音楽もなんですけど、その最近はちょっと仕事に仕事がいっぱいいっぱいになってしまって歌う機会がないんですけど、まあさっきのサンマじゃないんですけど、新しいことをどんどん自分に取り入れていけたらなっていうふうに、まあ、時間を作ってからなんですけどね、できたらいいなっていうふうに思っております。そしたら次が、歩いて帰ろうっていう曲になります。ご存知ですか？あ、斉藤さんでございます。あの歩いて帰ろう、はい。走る街を見下ろしてのんびり雲が泳いでく、誰にも言えないことはどうすりゃいいの、教えて。
てしまえば頼みもしないのに、同じような風が吹く、急ぐ人に操られる、言いたいことは母親とですね、おじいちゃん、おばあちゃんと、あとはおじさん、母親のことを。兄弟いない。兄弟いない。一人っ子。そうなの。あ、兄弟の数あんま感じない。マジですか。うん、そうですか。僕、よく言われるんです。弟っぽい。かっこいいとか、一人なんみたいな。そうなの。はい。そういうなんか匂わせる何かを出してるんですかね。あ、でもね、なんかちょっと甘い感じするよね。甘い感じ。なんかあのなんていうの、なんていうか、あの甘い顔出しというか。甘い顔出し。なんかそっち系の人みたいになってきた。そっち系の人。やりましょう。じゃあ最後の曲になります。何やってありがとうございます。なんかホットな反応、本当にありがとうございます。最後はですね、サザンオールスターズの超ド定番曲、愛しのエリーやってみたいと思います。したこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれで最後の礼で、エリー My love so sweet。二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなくて、人に言えず思い出だけが募れば、言葉に詰まるよ、じゃ恋は終わりね、エリー My love so sweet、yeah。映ってもっと baby 素敵に in your sight、 誘い涙の日が落ちる、 Ellie my love so sweet、 Ellie my love so sweetThank you.
なたがもしもどこかの遠くへ行き失せても、今までしてくれたこと忘れずにいたいよ。もどかしさもあなたにゃほどよくいいね。 Ellie My love So sweet Please don't let